今日はこの100均で買ってきた大きな折り紙で紙鉄砲を作りたいと思います。まあ普通は新聞紙とかで作るんですが、ちょっとこれ余分なところを切って作りたいと思います。では早速作りたいと思います。では今回この黄色い折り紙を使います。で長方形じゃないとダメなんで、ここを切りたいと思います。ハサミとかは使わなくても、こう爪で線をつけて、ちょっと逆かな、こうやって線をついてるところ、難しい人は逆にもう一回土みたいに折ってもいいです。で、これで、お、ほら、綺麗に折れ、綺麗に切れるでしょ。これ多分ハサミより綺麗に切れます。では早速作っていきたいと思います。まず最初に半分に折って、この角を折ります。この線に合わせてね。またさらに半分に折ります。そしたらよくこう折ります。だから鶴みたいにね、こうやって開いてこうやって折ります。まあこうやって消しといて、こっち側も同じように折ります。半分に折ってこう三角になるようにします。で多分ね、こっちこうなるから、まあここを持ってかな、鳴らしてみるよ。多分ここを持って、逆かな、こうか、こういくよ。でもこれたまにね、なんか何回かしたら破れることがあるんですよ。ちょっともう一回やってみようか。あまり力入れすぎてうまくできない時があるので、力をあんま入れずに。いくよ。あれ？こっちかな。いくよ。あれ？じゃあ違った。こっち？こっちか。こうかな。あれ？できんこだった。まあ、ということで、ちょっとできなくなる時があります。まあね。まあ、でも、いらない新聞紙とかね、してもいいと思います。これすぐ破れるので、折り紙がもったいないと思う方は。ということで、今日は紙鉄砲で、大きい折り紙に紙鉄砲を折って鳴らしたらどんな感じになるか、なるのかをやってみました。皆さんも、ちょっと試してみてくださいね。また見てね。バイバーイ。